ちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、まあね、結構ね、最近なんですけど、まあ臨時収入ってわけじゃないんですけど、いただき物とかね、そんなものがありまして、まあそういったと何かね、もらう時っていうのはよくね、お裾分けっていうことで、まあつまらないものですがとか、いっぱいもらっちゃったからちょっともらってみたいな、そんな感じで、まあそういったのをね、お裾分けって言うんですが、まあお裾分けにね、似た言葉でお服分けっていう言葉をね、ちょっとね聞きまして、お服分けってなんかね、服をね分けてもらうっていうことでなんかいいなーなんて思って、ちょっとね、そんなね言葉を調べてみました。まあお裾分けのねことはね、まあ語源みたいなものがね、ちょっとね書いてあったんですけど、お服分けっていうのはね、ちょっとね語源みたいなそんなものがねなくて、まあ誰かがね、まあ造語みたいな感じで作ったんでしょうかね。ちょっとねその辺がね、調べられなくて、まあお裾分けっていうのは、まあ江戸時代とかね、着物を皆さん着てたと思うんですけど、そのね着物の裾の部分、その部分っていうのは、まあちょっとねこう短くしても切っても、まあそんな影響がない部分ですよね。そういったところを、まあこう上げるっていうか、そんな感じでお裾分けっていう風にね、まあ使うようになったみたいな、そんなことはね書いてあったんですが、まあお裾分けっていうのは、まあ使い方によってはね、こう場合によってはね、ちょっと失礼になる場合もあるんですけど、でもね、なんかね、こうちょっとね、家にねあって食べきれないから食べてくださいとかね、そういった感じのお裾分けっていうのは本当にねいいことだなーなんて、そんな風にね思って、自分もねよくみかんとかそんなのねもらったりもねするんですけど、本当にねそういったのはまあ嬉しいっていう、そんなね気持ちがあります。それでお服分けっていう、お裾分けっていうのは、まあそういったねものとか、そういったものをね、まあ人にねあげるときにお裾分けっていうことなんですけど、お服分けっていうのはね、まあ、感情とかそういったもの、例えばね、こう自分がワクワクした気持ちとか、嬉しかったこととか、そういったことをね、まあそういったものをねこう分けるっていうんですけど、まあ例えばね、こう目が合ったときにね、ニコって笑って笑顔をしたりとかね、まあ自分の場合先日ね、ちょっと金運爆上げソングみたいな、そんなことをね聞いて、それすごくね自分ワクワクしたので、動画でねそれを話をして、みんなにねその歌を知ってもらいたいなーなんて、そんなこともねお服分けって言うんじゃないかなーなんて、そんなことも思って、まあすごくねこうなんかねいいことだなーなんて、そんな、まあそういったお服分けのね、まあっていうのがね、こう皆さんにね浸透すればいいんじゃないかななんて、そんなことも思いました。まあいろんな場面でね、まあ使えると思うんですけど、例えば、まあ、買い物してレジでね、自分はお金さんにねありがとうみたいな、そんなことをね、また帰ってきてねみたいな、そんな意味を込めて、まあありがとうございますなんてね、レジのね店員さんに言うんですけど、そういったのもね、まあ結局はね、まあ、店員さんが喜ぶっていうことで、まあ、そういったのもお服分けになりますし、まあ、例えばエレベーターとかでね、まあ、待ってて、こう扉開くボタンを押して待っててくれた時にありがとうございますって言ってね言うっていうこともね、もしかしたらお服分けになるのかなとかね、いろいろね、そんなこともね考えていました。それで、まあ、前回の動画でね、一流な人っていうのは、まあ、他人、まあ後からトイレの、ファーストクラスのトイレの話をしたんですが、次にね使う人のためにまあ綺麗にするっていうのがね、まあ、一流な人がねやることっていう、そんなことを言ったんですけど、そういったのもね結局は、まあ、お服分けにもなるのかなとかね、いろいろ考えたりして、まあそういったことをすることで、まあ、自分のね今年のテーマは魅力的、少しでもね魅力的な人間になりたいななんて、そんなことをね思って、まあ魅力的な人間になるっていうことをね、まあ言って、まあいろいろね、まだね全然魅力的じゃないかもしれないですけど、いろいろね、まあ自分がねこうやったらいいんじゃないかなとか、こういう人が魅力的だっていう、そんなものをね話してはいるんですけど、まあそういったねお服分けができるような人っていうのは結局、
魅力的な人になるんじゃないかな、なんてそんなこともね思いました。なのでね、まあお裾分けもいいんですけど、お服分けっていうのもね、なんかね素敵な言葉だな、なんて思って今日ちょっとこの話を紹介してみました。まあ話ではないんですけどね、その言葉を紹介してみました。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。